今日はですね、その理事会の最初に第二会長の方から理事の方々に対して今回のアギーレ監督の件で多くのサッカー関係者あるいはサポーターあるいはスポンサーの方、あるいは選手たちも含めてご心配をかけしてて申し訳ないという言葉がありました。10月に、新聞報道でその八百長の疑惑というふうに報道されて、その段階で我々としても一度監督からヒアリングをして全くその関係してないというヒアリングはしたと。でそういう中で12月の15日に検察の方からバレンシアの裁判所に告発されたという状況で今はありますと。で現段階でそれが受理されて、捜査が始まっているということではなくて、告発をされてそれを今後どうするかという状況であるという説明を第二会長の方からされました。ですから現段階で、アギーレ監督がどうのこうのということは全く考えていませんと。当然その今後の成り行きっていうのはあると思いますけれども、現状そのアギーレ監督がアジアカップの指揮を取るというふうに第二会長からは話がありました。でそれでこういう状況ですから状況によっていろんなことはあるかも分かりませんけど現状は、まだ告発されたと。でしかも、皆さんご存知のようにその時の選手両チームの18名プラス会長を含めた5名そこにアギーレ監督も入っているという状況っていうのを会長から説明されたと。で理事の方もいろいろ新聞報道だけでちょっとこう不安がってるところもあったんですけどもそれを了承していただいたとそういう状況です。